そうそうそう、ムチシチューいいよな結構刺さる。好きですもんね、ムチシチュー。そうそう、好き好き。ムチシチューってなんだ、どういう感じ。それそれそれがムチシチュー、それがあー、それが何が それがムチシチューだよ。あー、そうそう、いあ、あー、なるほど、うん、まさかのタイミングで。ねえ、そういうことだ、そういうことだよ。あ、そういうことか、それそれそれが好きなのよ。理解理解じゃないんだね、みたいな。そう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 、そんなこと言っちゃうんだね、みたいなね。そう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 、わかりてか、わかるか、なるほどなーってな。確かに、それちょっとやられると確かに、おってな。でしょ？まあ、それは確かにちょっといいかもしれない。そうなんよ。知らないことをいいことにね、みたいな。知らないことをいいことに。の、ネットスラングだと思っていたそのものが、うん、実はなんかちょっと、エッチ寄り出したみたいなあって、はい、みたいな。それ何だったんですか、なんて言っちゃったんですかそれ大好き、わかる、あるある。いや、ちょっともう言わないようにしてきて。あ、言わないようにしてるんだ、そっかそっか。それ教えてもらって、そうだったのみたいな、元ネタそうだったのみたいなのがあって。そうなんだ、ありますよね。後で教えてもらおう、こっそりみんなに。ふぶきちゃんなんて言ったのみんなに教えてもらうんかい、うん、みんなに教えてもらうあ、なるほどなるほど。これだよって言われてるよ。うん、本当だ、言われてるわ。あ、え、それを何だと思って言っちゃったの。普通にあのギュッてしてるみたいなさ。あー、なるほどね。そう、はいはいはい、なんか抱きしめて、なんか、あ、え、うん、え、元ネタ何なんですか、バカ野郎バカ野郎。元ネタは分かんないけども、 なんかあのそういう用語だよって言われて。あ、そうなんだ、そうなんだ、ひよ、広げるな、ひよそれって元ネタ何なんですかじゃないよ。広げるな、マグマだけにしてくれ。すいません、ごめんなさい。お、困ったちゃんだな。もうやっぱ良かったけどね、今。良かった。いや、なんか二度欲しかったよ。その、ふぶきちゃんがそういうことがある、かつ、るいが、ね、それってどういう意味なんですかってなって、マジでどういう意味か分かんなかった。ちょっとゴニョゴニョっとしながら、ラインを越えないように若干こう説明するふぶにゃんの流れ、もうなんか全部が旨味だった。食べ残すとこなかったよ、今。後で調べよう。後で調べようじゃん。やばいやばい。怒られちゃうよ、ルイトモさんに。なんて言葉を教えてるんですか。うん、私もなんかデビュー直後ぐらいにありましたもん。なんて言ったのさ。え、感度が、感度が3000倍だよ、これ。うん、あの、な、あの何千倍のやつ。わかんなくてなんて言っちゃったんだよ、それ。え、それやばいやばいよって言われて、で、私、あ、やばい言葉言っちゃったのかもしれないと思って、すごいなんか、うん、え、炎上かなと思ってなんかしょぼん、なんかその配信ちょっとしょぼんとしてたら、なんか すごいあれエッチなあのやつなんだよみたいな、元ネタがエッチなやつなんだよって言われて、うん、あ、そうなのってなって恥ずかしくなったっていう。なるほどね、それは恥ずかしい。迷惑かけちゃったみんなにって思いながら、この配信終わったら謝罪しようみたいな感じだったら、全然そういうことじゃない、なんか大丈夫なんだけどエッチなことだよって言われた。なるほどね、それ言う方もね、あーあーってなってるから、それルイちゃんそれはーって、うわ炎上しないんだけどね、教えるの辛いだろうな。結局賢者タイムで、私が賢者って言われ始めたのも賢者タイムも分からなかったからっていう。いや、ちょっと待って、何何、賢者タイムって呼ばれてんの。私、あのルイネ賢者ってめちゃくちゃサジェストが汚れた時があって、ルイネ賢者、うん、ドラクエやってる時とかじゃなくて。いや違うね、おじいさん公文 の、うん、おじさんとなんか話すゲームあったじゃないですか。おじさんと話そうみたいな、あったね、
あれね、なんか賢者タイムって何？調べようっつって調べちゃったんですけど、うん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 、そしたらなんかちょっとあらっていうなるほどね。そう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 、だから無知って怖いなって思いました。なるほどね、うん、おもろいけどね、聞いてる分には知った言葉を口走っちゃいけないんだなって。あ、意味を知ってからね。そう、意味を知ってからちゃんと伝えないといけないなって、はいはいはい、なるほど、反省いや、くっそおもろいけどね本当二人には申し訳ないけど、今僕栄養すごいもらってるはめちゃくちゃ面白いやん